北条秀時は、鎌倉時代末期の北条氏の一門。鎌倉幕府最後の鎮税丹大小教二年、元寇三年五月二十五日。父は、赤橋流の北条久時。幕府最後の執権、北条森時の弟、赤橋秀時とも称される。元寇元年十二月二十五日、阿蘇随時の後を受けて、鎮税丹大に任じられて、博多に赴く。 鎌倉幕府倒幕運動が九州にまで及ぶと、その鎮圧に努めた。昭教2年、現行3年3月13日には、五代醐天皇の臨時を受けて攻めてきた、菊池武士同期を、小二帝京や大友貞宗らと共に帰り討ちにして、廃止させ、さらに英治の養子で、非善主護の菊高政に、菊池氏や阿蘇氏をはじめとする、 半幕府の残党勢力の追悼に努めさせ、3月26日には、松浦市に、大隅、延べ、渋谷などの半幕勢力を攻めさせた。しかしこのため博多の防備が極めて手薄になり、4月7日に、秋の三池市らを招集して、博多防衛に当たることになる。5月7日に、京都で、六原丹大が、足利高氏らによって陥落させられた情報が、 九州にまで届くと、それまで従順であった、定行や定宗さらには、島津貞久らが離反して攻めてくる。秀時は、懸命に防戦したが敗れ、5月25日に、博多にて、金沢主治をはじめ一族240名と共に、自害した。特捜の北条高時などをもだった、北条はじめもんが、鎌倉で自害して滅んだ3日後のことであった。 秀時は和歌に優れた教養人でもあり、昭華和歌集や俗言洋和歌集、林英和歌集などには多くの作が収められ、鎌倉時代末期の九州二条派の和歌会の中心だったという。また、秀時の短大在任中に発給された書状約100通ほどが今日においても現存されており、歴史を知る上において貴重な資料となっている。 作家の吉川英治は、私本体兵器中で、南地の地である九州で十年以上も、短大職を務めた、秀時との能力、人望は四人に秀出ていた。後日、足利高氏が、九州で勢いを盛り返した際にも、秀時との議定であるという点が、九州諸豪族の心を動かす一因となったのでは、ないかと考察している。ありがとうございます。